サンズはアリゾナ州フェニックスに本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームウェスタンカンファレンスパシフィックディビジョン所属チーム名は本拠地フェニックスが砂漠の上に建造された都市であるから砂漠に太陽は月ののイメージである日本で初めて公式戦を行ったチームであるサンズは1968年に拡張チームとしてリーグに加わった 初年度は16勝66敗とリーグ再開に終わり、翌シーズンは39勝まで勝ちを増やしたものの、勝ち越すことはできなかった。3年目以降は、勝率5割を前後する平均的なチームとして数年を過ごした。初期のサンズでは、コニー・ホーキンズや、リック・バン・アースデールらが、スター選手だった。十二勝四十敗で終わった百七十五から十六シーズンは、 サンズにとって記念すべきシーズンとなった。プレーオフを勝ち進み、地区決勝で前年優勝していたゴールデンステートウォリアーズを4勝3敗で下し、NBA ファイナルへ進出。8年目のチームであるサンズは名門ボストンセルティックスと優勝を争った。設立8年目で初めてサンズが進出した1976年の NBA ファイナル第5戦は、 今もしばしばリーグ史上最高の名勝負に挙げられる。古豪ボストンセルティックスのホームアリーナボストンガーデンで同年6月4日に行われたこの試合は延長3回にも及ぶ激戦だった。この時点でシリーズ成績は2勝2敗のタイであり、勝ったチームが優勝に王手をかける重要な試合だった。試合は規定時間48分を同点で終え延長に入った。 しかし5分の延長でも勝負がつかず、2度目の延長を迎えた。2度目の延長も残り4秒となった時点で、サンズは1点リードした。ボールを持ったセルティックスのジョン・ハブリチェックは、コートを駆け抜けシュートを放ち、逆転。セルティックスが勝ったと考えた、ボストンのファンがコートに溢れ出す事態となった。審判は、試合がまだ1秒残っていると判断し、ファンが観客席に戻されると、 サンズボールから再開となった。ここでサンズのポールウェストファルはもう残されていない。タイムアウトをあえて請求。サンズのテクニカルファウルとなり、セルティックスにフリースロー1本が与えられた。セルティックスはフリースローを沈め点差は2点となったが、サンズはコート中央からボールを入れられることになった。インバウンズパスを受けたサンズのガーハードがシュートを決め、3度目の延長が決まった。 すでに両、チームとも主力選手の多くがファウルアウトしており、延長3回では普段控えの選手が活躍した。試合は128対126でセルティックスの勝利となった。試合終了後、選手たちは疲労のため立ち上がれないほどだった。2日後に行われた第6戦をセルティックスが制し、サンズの初優勝はならなかった。 NBA ファイナルで延長3回にまで入ったのはこの時が初めてであり、17年後の NBA ファイナルでもサンズは延長3回の試合を経験した。この2つの試合は NBA ファイナル史上最長の試合と2番目に長く続いた試合である。その後のサンズは数シーズンにわたり勝率5割を超える中堅のチームだった。1980年には55勝27敗。 翌く1981年には57勝25敗とリーグでも屈指の勝ち星を挙げたがプレーオフでは勝ち残れなかった。以降は次第に勝率が落ち、1973年以来チームを率いてきたジョン・マクリードヘッドコーチが1986年に退いた。80年代後半、サンズはヘッドコーチが定着せず成績もリーグ界に止まっていたが、 チーム初期のヘッドコーチでもあったコットン・フィッツ・シモンズが1989年に再びヘッドコーチに着くとサンズは次第に西地区有数の競合へと成長していった。1988年にトレードでやってきたケビン・ジョンソンとトム・チェンバーズはチームを牽引し、同じ年にドラフトで指名されたダン・マーリーも次第に中心選手となっていった。フィッツ・シモンズに代わり70年代に チームのエースだったポール・ウェストファルがヘッドコーチに就いた1993年トレードでチャールズ・バークレーがサンズに加わった。このシーズン、サンズは当時チーム史上最多の62勝20敗を挙げ、バークレーは MVP に選ばれた。17年ぶりに NBA ファイナルに進出したサンズは3連覇を狙うマイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズと対戦。サンズは ホームコートアドバンテージを得ていたものの、肝心のホームゲームで参戦全敗を喫し、勝負が決した第6戦では終始試合を優位に進めていたにもかかわらず、試合終了間際に、ジョン・パクソンに逆転3ポイントシュートを決められるなど、アドバンテージを活かせず、2勝4敗で敗退した。以降数シーズンのサンズは、 西地区で上位のチームだったが1996年には41勝41敗と勝率5割、この年バークレーはトレードでチームを去った。同年ドラフトでスティーブ・ナッシュを指名したものの活躍の機会は少なく、1998年にはトレードされた。この時期サンズの中心として活躍したのは同じく96年にダラス・マーベリックスからトレードでチーム入りしたジェイソン・キッド。ン。 だった。サンズの勝率は数年にわたり6割を超え、1999から2000シーズン前に加入したアンファニー・ハーダウェイとのバックコート2000は話題を呼んだが、キットは妻への暴行が批判され、2001年にニュージャージーネッツに放出された。キットとのトレードでサンズに加わったのはステフォン・マーブリーだったが、チーム成績は伸び悩んだ。 2003から04シーズン中にはマーブリーをトレードに出し、マイクダントーニを HC に迎えるなど、チーム改革に乗り出した。スティーブ・ナッシュマイクダントーニ・ランガン、ショーン・マリオン・アマレスタウダマイヤー・リアンドロ・バルボサ2004から05シーズンには、かつてトレードに出したスティーブ・ナッシュを、再び獲得。団頭に体制のもと、ナッシュ、ショーン・マリオン、アマレスタウダマイヤーを中心としたラン&、 ガンオフェンスはリーグを席巻するようになる。ナッシュを獲得したばかりの2004から05シーズンには62勝20敗の成績で一気にリーグ首位に駆け上がり、ナッシュは MVP を獲得した。プレーオフでもカンファレンス決勝まで勝ち上がるも、サンアントニオスパーズの前に敗退する。以後、サンズはこのスパーズに苦敗を舐めさせ続けられることになる。翌2005から06シーズンには、 スタウダマイヤーが膝の故障のためシーズンをほぼ全休するも、ボリス・ディアウがスタウダマイヤーの代行を行い、昨年の成績にやや劣るがサンズは好調を維持した。最終的にはディアウはミップを受賞し、ナッシュは2年連続で MVP を獲得。ナッシュの2年連続 MVP は、ポイントガードとしてはマジック・ジョンソン以来である。 プレイオフでは再びカンファレンス決勝まで勝ち上がるも、ダークのビツキー率いるダラス・マーベリックスの前に、スタウダマイヤー不在が響き敗退し、ファイナル進出はならなかった。2006から07シーズンには、スタウダマイヤーが復帰し、リアンドロ・バルボサが、サンズ史上4人目となる NBA6 万賞を受賞した。シーズン中には15連勝と17連勝し、予想通りの好調を見せ、 サンズは61勝21敗の好成績を収めた。そしてプレーオフでは1回戦でマーベリックスがウォーリアーズに敗退したためサンズがファイナル進出優勢と言われた。くしくもカンファレンス準決勝で再びスパーズと対戦。このシリーズではナッシュの負傷、スタウダマヤー、ディアの出場停止処分など数々の不幸がサンズを襲い、 サンズは再びスパーズに新参を舐めさせられた。一説にはダントーニの浅いローテンションがアダとなり、スターターを除けばあまり試合をこなしていない選手だけだったので、一気にチームとして弱まったと言われている。シャックナッシュ2007から08シーズン中にはマリオンをトレードに出し、代わりにシャキール・オニールを獲得。遺跡当初オニールにより、ラン マンオフェンスのスタイルが崩れると懸念されていた。大型トレード後初めの9試合、サンズは3勝6敗となり、周囲から落ち、周りからトレードが失敗したと非難される。しかし、オニールとサンズのオフェンススタイルがうまく噛み始め、レギュラーシーズンの間、スパーズとの対戦成績を3勝1敗、オニール席以来2勝に収め、マンを持たして、初のファイナル制覇に向けて、勝負に出た。 何かの因縁かのように、ありがとうございます。